どこ？ここか。ここですね。配信 ID つけてる。あ、高吉さんいた。高吉さんいいね。お三日はっていうとこ。なんかちょっと女子。ああ、頑張って。ありがとうさ。これは何？こう古いやつもらえるの？何？今何て出た？うん、まだやってた。ここ？学者？じゃあ王様。うん。あ、ゆとりんさんいらっしゃいませ。こんにちは。うわー、やり方わからん。去年もわからんまま終わったんよね。わからんね。もうやりながら適当にわーわーって言ったらなんとかなるよね。ガテリアですね。まだやっていないので参考にさせていただきます。はい。あ、フレンドリスト出とるね。ピンコさん3位。青様、ファイトです。おやつ足りんよ。うん、あ、音桜さんかね、そのペイ音さんって。ね。うん、うわ、これどこまでも。もらうまで頑張ろう。ミニチュア、そうですね。オートザックラさんいらっしゃいませ。水中レンズ欲しいね。絶対に欲しいとこ、ちょっと上から黄金の花びらいい、アクセサリー箱もいい、福引きもいい、10周年福引きもいい、エビールプリストもいらんってこともないけど、アクセできたから、メタル迷宮ってもいいや。水中レンズ狙うは40万の水中レンズまで。最低限水中レンズまで欲しいですね。うんうんうん、ね、水中レンズで何やろ、どう。そうだね。それ以外は別にどこでももらえるもんね。メタル迷宮招待券とか。よし、目標40万でやってみます。とりあえず行ってみます。ランキングも、うわ、もうみんなやっとる。みゆりちゃんも入っとるよ。ピンコさんも、高吉さんも入っとるし。ちょっと見よう。ニューさんも入っとる。セルフィーさんも入っとるね。カルビ追加さんも入っとるね。うん。今配信ね、の人たち。ちょっと待って。あれ？チームランキングってどうやって見る？チームランキングってないん？ないん？フレンドランキングだけか。何これ、4人パーティーを誘って20人で行く、な、何これ、いい意味がわからん。ちょっと待って、スクショ。何これ、4人パーティーを誘って20人で行く、他のパーティーを誘って20人未満、何これ、わからん。ちょっと待って、何も調べてないよね、攻略みたいなやつ。何も見ずに来た。もうそのまま行こうか。じゃあ。あら、京子様いらっしゃいませ。自動で選んでいくにするよ。最大5パーティーで組んでいけるそうです。5パーティーで、だから4人かけ5パーティーで仕組めるってこと？そのチーム面でみんなとか、そういうプレイとかで。そういうこと？ソロプレイする人は一番上選べばいいよね。やってるうちに思い出すかも、ですです。そう。ねえ。いや、ねえ、京子様ももう終わったん。イカテリ。ねえ。今日全然。青様が19募集すればいいのです。あ、そういうこと？うわ、何この格好。え、何この格好。ねえ。なんです、この格好は。で、何するの？あらやだ、白様。うん、白様。何これ。
ちょっとわからん。あれ、わし何するかわからん。脱がされた。うん。あれ、何をするの？エール係ですね。エールって何？エールってどうするの？エールはどこを押せばいいの？王様になってる。うん。仲間にエールをしようってどういうこと？これでいい？じゃあ、アイテムは拾わんでいい？エール担当なので、ゲージが減ってる人にエール。さっきおって、あと、は全然思い出せん。確か前、去年も難しかった、去年とか前回なんか難しくて全然意味がわからんまま終わってしまったんやけど。なんだなんだなんだ、シャーク。サブパサーみたいの？あー、HP パサーみたいな。これ？これでいいの？で？どっかに行くんじゃなかった？あと30秒何をしてるの？スタンダー。これ何？取っていい？あ、取られた。どうするんやろ。どうしよう、本当にわからん。ここいっぱいなんかあるけど、取ってった方がいいの？ここ、これ。あ、これ取った方がいいよね。あと7秒。ちょっと待って、どうするん、どうするん、7秒って。どこに行くん？船に行くん？修理完了。で？あ、エールが来た。拾う場合は赤ならネジみたいに色に応じた部品を拾って所定の場所に納品です。うん。赤ならネジみたいな色に。これは釘が出とるけ、釘フェーズ拾うん、これ。これ？わあ、なんかさ、これ？これ違う。わあ。ネジ担当なのでネジを拾って納品。ネジがどれなの？ああ。なんだなんだ。わ、これ40万も稼げる？ちょっとここヘルプ。あ、エール係じゃないけん、もうダメなの。できる。なんかサメが。サメが。ネジってどこにあるん？あった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 、これ？あららららら、これやね。これどうやって取るん？拾う？これでいい？取ったの？あららららら。ねえ、これ40万いくん？ものすごい不安しかないんだけど、今。ねえ。倒れた。倒れた。起き上がった。服の色が今赤様なので同じ色の部品を納品しましょう。赤いやつ？どこにあるの？いけると思うよ。40万はいける？ちょっとあんま、下望みせんとこ怖いわ。40万でも精一杯かもしれん。さっきから右往左往してる。残り10秒でどういうこと？船に行かんでいいの？ここエール？いや、意味がなかったエール。タイムアップ？どういうこと？失敗って出たよ。今回クリアで10万はもらえますから、今回は失敗。どういうこと？いやー、これ40万いくん？ちょっと、わし心配やで。歯車が足りずに失敗。歯車が足りんの。なーに、とにかく行くわ。海底探索。すごいね、ピンコさん。フレンドランキング3位。あ、これ一緒に行く人いたら、青様40万取るまでやるから、一緒に行く人いたら、声かけてね。あ、よろしくお願いします。
またシロさん。何エール係か。今エール係だっけ。何こう減っとる人にエールするの。こうだいぶ減っとるよ。じゃあシロ様。うん、そうそうそう、シロ様ですよ。わしゃシロ様だよ。エール係。いや、これ。味方のゲージ減ったらエール送ってあげてください。味方のゲージ、味方どこ？アイテムは拾わんでいいんやね。あ、こういう人ね。ここやね。エールあげた。いや、あげてない。あれ？あげたあげた。これでいい。あ、ずっとエール係がいいな。エール係が楽やね。うわ、これ拾えばいい。うわ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 。これでいい？拾っとけばいい？あの丸いやつ。これ。これ拾おう。ジュエル出てるときはボーナスタイム。でもサメに流行られます。今のがジュエルってやつね。なんで？次。で？さっき失敗、失敗でも何万ポイントか入っとったもんね。だけ10回ぐらいやりゃいくってことか。40万。あ、今度何？ネジを集めよう。ネジ、ネジどこ、ネジどこ、ネジどこ。ねえ、サメが来た。わわわわわわわ。うさにちは。あ、待って待てさん、いらっしゃいませ。うさにちは。コメントありがとうございます。うわわわわわわ。とりあえずこれ拾う？ジュエル。あ、確かにこれ酔うね。今のでフラッときた今。これ何？え、いらんか。わわわわわ、サメがうろうろしとる。銃みたいなやつ、サメをスタンさせるアイテムだったような気がします。拾ってもいいん。あらら、なんか今全然なんか全然拾っとらんのやけど、釘。ジュエルだけ拾っとるんやけど。船どこ行った？船。うわぁ。最後のボーナスで宝箱集めて時間内に船に帰還します。欲張ると戻れません。なんかあった気がするね。そうね、ここを欲張っていかんやつだったよね。早めに上に登るんやろ。あった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 、いっぱいあったいっぱいあった。あれ？どうやって取るん？あれ？どうやって取るん？もう戻ろうか、船に。ちょっと心配じゃけん。B ボタンで拾う。ビボタン、うん、とりあえず船に行った。ふぅ。くるくるって。で、ここで、
ここでなんかバシュバシュ行くのね。これを覚えてる。バシュバシュ打ったのを覚えてる。青様の身長の作戦参考にさせていただきます。はい。あれ、これ何、青様撃ち取った今。これでいい。おお。公開成功おめでとうございます。ありがとうございます。なんとかここまで来ればいいんか。なんかよくわからんままやっとるかも。おめでとう。ありがとう。カルビツイカさんありがとう。ああ、どうしてもカルビって名前聞くとカルビが食べたくなるね。わし何食べたか。これならすぐ40万いけそうですね。すぐかどうかわからんけど、いや40万いくんだったらもうちょい目指したっていいわけよね。今、あ、ここ記録に取っとこうか。1回目が失敗、1回目失敗、2回目成功、参加。これでちょっと記録を取りましょう。青ノートにボールペンで書き記しました。青ノート自体がどっかなくなっちゃうんだけどね。そうです。ここパーティーチャットできるんやね。これ何、落ちている歯車を集める、うん、これでいいね。こんにちは。あら、レビィさんこんにちは、いらっしゃいませ。コメントありがとうございます。青様で歯車。青様で歯車。だだだだだだだ、ヘルプって出てよ。わし歯車の青様。うん、そうよ。エネルギーがないんやけど、わし一人でパタッと倒れた。わし一人ぼっちや。みんなあっちにおる。疲労とゲージが減り始めるから急いで納品して。納品をしとらんかったさっきから。沈没ウサギ。うん、そう。ああ、葵ちゃんいらっしゃいませ。コメントありがとうございます。納品ってどこでするんかね。ちょっと納品の場所をし説明が。納品。納品ってどこですら。歯車の竹マー君納品。頑張って。ああ、セルフィーさん、コメントありがとうございます。うん、頑張る。歯車の盾マーク？どこ？納品って。どこ？納品場所どこ？ねえ。納品場所がわからん。すべて納品完了したから。うん、もう。弾を拾って。あ、弾を拾う、今度は。あれ、歯車獲得1個。これよくわからんですね。ねえ、レビィさん、なんかわからんよね。わからんまま終わるって感じ。うん、あれ動くやん。あれ止まった、動けんよ。なんか固まってない。音楽は聞こえる。電池担当かな。うんね、動かんよ。なんでみんな動かんの。これ固まってない。あ、動いた。やっと。何これ、今の何だった。バグってる。バグった。ミニマップに出てるのですけど、同じ色の納品場所です。今回ハコウ様、うん、ね、固まってた。固まってたよね。知り合いもガテリアでフリーズするって言ってました。あ、そう。これを拾って、ちょっと待って、サメが来たよ。ほんでどうする。
ほんでどうするん？納品ってどこです？納品、あ、なんかあった。あー、倒れた。エナジーが切れたって。右に電池納品場所が。ね、うん。黄色の場所。ね、どこやどこや。ここ、ここ、ここ、ここ。ここか。納品した。いいね。あとまた拾う？ハーグルマじゃない、なんだこれ、電池か、そこそこ、うん、納品した。なんかみんなわーわーって、どこ、みんなパシパシやってる。電池クリアした。電池クリアした。サメが来た、サメが来た。で、あれ、ジュエルを拾え。わーわーわー、サメが来た、サメが来た、わーわーわー、サメが弾拾って、弾、うん。なんか ピストルみたいなの拾ったよ。拳銃みたいなやつ。どうするん？サメイン。とにかく拾え、これ。喉が渇いてきた、騒いでたら。これみんな何十万まで取るんやろ。サメの前でピストル使うとサメがへびれるよ。サメの前で。オッケー。次宝箱、あの慌てちゃい、あ、取りまくっちゃいかんやつね。慎重に。わし、あんな遠くによる。40万でやめでよくない？うん、基本40万で良さそうよね。ちょっと待って、船に戻るわ。船どこ？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 あった。船の、あー、倒れた倒れた。なんだなんだ、全然これな、エールするの、エール。うん、ちょっともう登る、何も取っとらんけど登ろうかも。海の中ではよくお腹がすくみたいですね、うん、そうよ、ちょっと早めに行っては怖い。登らんともらえんの。で、ここでバッシュバッシュ落ちるの。間に合った。間に合ったね。これを船に登らんと意味がないんでしょ、結局。ああ。すごい。おお。全員生還。うん、全員生還っていいんや。おめでとう。ナイス、全員生還。あ、いいんだ、全員生還。全然わからんわ、本当に、ルールが。まだ40万はいっとらんはずなんよ。ね、33万。ハイスコアとかはもうええね。普通にとりあえず。こんにちは。あと7万。うん、こんにちは、いらっしゃいませ。あの、タナさん。次でクリアやね。次でクリア？とりあえずの、クリア？これ4人で組んで5パーティー？これって大、チームイベントとかそういうことになる？そういう意味？だよね。まあ、やる人いっぱいそうね。イベント。ちょっと喉が渇いた。リンゴジュース飲む。ふぅ、リンゴジュースうまいね。わし腹も減ったな。焼きうどん午前中食べたんだけど、もう足りんよ。わし何を取る？ネジ？私も水中レンズまででやめました。最大20まで組めるのですね。うん、ねえ。ああ、レンズでやめた、セルフィーさん。そうよね。で、そう、20人。わしはチャーシュー麺食ってきた。ええー、ねえ、レビーさん。チャーシュー麺。わ、チャーシュー食べた。青様ね、そうよ、最近。あの、ホットレモンの粉？
ああいうレモネードの粉を買おうと思って忘れとった。あー、わし今日って出かけたっけ。夕飯用に肉じゃが作りながら配信見てます。自分の色を納品し終わったら他のも拾えるし英語もできます。そそ粉を舐めるの。うん、粉を、わわわわわわ、いや違う、粉舐めるんじゃないの、お湯でさ。いや夜さ寒い時にさホットのやつってさ手軽にできるの。今日はさつまいも買ってきました。あ、さつまいもうちにあるんよ。で、そうそう、さつまいもなんか作りたいけど作れとらん。あ、でもそうなんよ、わし今日防衛軍行くんよ。9時から11時と、なの、あと12時から1時。わしさ今日3時間防衛軍する。防衛軍フィーバーじゃけえさ、あれ出さな、紙武器だって。あれ武名の呪文速度埋めは出したからね、ブログに通したよ。あれすごいよ、わし。次歯車を。フィーバーってまだやっとるよね、もうちょい。フィーバー中に、あと紙、武器。速度埋め。うん、ブーメの速度埋め出したんよ。2億よ。レビーさん、わし2億のやつゲットしたで。サーメが、すごいやろ？ブーメ、最新ブーメの呪文速度埋め。すごいんやろ。だってバザーで2億で売っとったって。それ同じの速度埋めのブメ嬉しかったですね。ああ、ユートリンさんももらったよね。いいね、うん、でしょ。いい、かなりいいらしいね。青様最初あんまり価値が夢がありますね。うん、分かってなかったんやけど、かなりいいって。うん、わあ、サメがおる、サメがおる。そうなんよ、だっけ今日もだけ3時間頑張るけね。あれ、防衛軍。もうわし予定入れたけんね、もう。だっけ、9時から11時の2時間と、あと12時に記事出して、12時10分ぐらいから1時まで。急いで納品して。あ、納品どこ？ここや。急げ。わし、ね、3時間やるよ。でも、それ、どうやってやる？だって、今度、玉、もう納品はいい。玉を拾うの？今度。今度は拾う。忙しいね、もう。いや、防衛軍は夢があるね。その、10足目なり、あと何？なんか人気あるやつ、いろいろ。よくわからん。捨てましょうって言われるね。ああ、京子様に捨てましょうって言われるかね、うん、そうなんよ。だけあ、もう宝箱の夢がある。呪足埋めが出るといいんだ。今日の青の音には防衛軍の文字がびっしり。うん、まあ文字というか、じゃあ9時までに今夜出す記事を。属性梅の盾とか運んしました。あ、属性梅の盾が出ればいいんか。その披露したやつで、あー、倒れた、誰かちょっと間に合わん。わし倒れとるよ。ちょっと何、もう登ればいい。うん、戻ったわ。今度は交換戦って感じ。あ、で、そうか。属性の盾が出ればいいんか、防衛軍って。うん。あと、呪足埋めって何が出ればいいんか。箱はなくしましたが、戻れましたね。箱はなくしましたがね。うん、これで何、コンプ、レンズとか。あ、一人おらん。とりあえずここで景品もらって、ちょっと家帰って見てみようか。これで40万。
んじゃっけ3回で終わったん？いや違う、4回で終わった？わし4回したよね。10万台を3回出したっけ、2、3、4と。そうはね、ここ、これ残酷だよね。時間に間に合わなかったら容赦なく置いてけぼりにされて、さすが王様、目標まであっという間でしたね。うん、これさ、そうはね、ほんとよ、時間に間に合わんかった。これ、あ、ちょっと待ってよ、これスクショ記事に、何時にの情報とどうかな。私11時まで。うさにちは。あ、みりさん、うさにちはいらっしゃいます。コメントありがとうございます。嬉しいです。11時まで防衛軍するけ、それが終わって、味方はお前のことは忘れない、いて定型文作っとこかな。うん、定型文ね、なるほどね。11時のフレンドランキング取ろうか、スクショ、それで載せようか。11時だと結構出揃っとるよね、人々が。11時に防衛軍終わって、はい、じゃーん、お疲れ様でしたって解散してから、そっから12時までの間に、すぐスクショ取りに来て、フレンドランキングとチーム、チーム一人だけやし、わし一人やで。わしの屍を乗り越えていけ、お作ろうかな。定型文ね。うん、これだ、誰がおる？今配信聞いとる人はピンコさんが3位、レディさん9位やね、みゆりちゃん10位、ニューさん13位、セルフィさん15位、カルピス追加さん16位。だね、今配信見てる人のデフレは、こんだけ乗っとるね。ほな、11時、ちょっと青ノートに書くわ。何、わし今日って何曜日、木曜、いや水曜日。あ、みんなすごいやろう。9時から23時防衛軍今予定、その後ガテリア、リアルで海の中に潜られてそのまんま時間来たからって置いてけぼりで出航とか、恐怖ですね。そうよ、ほんとレビさんの言う通りよ、恐怖だわ。もう出航されちゃうの。フレチムチャランキングスクショ取って、もう一箇所見に行きたい場所があって、ちょっとまあそれは今言わんのやけど、ある住宅村なんやけど、これを見に行こう。見に行って様子を見る。この3つやね、夜予定。夜9時から。わし、ちゃんと夜9時前にインせないか。あんまその時間ってインしないからさ、普段。あ、そうやそうや。この間に、そう、実績埋め何やってないかチェックしとかないか。今しとけばいいよね、配信中に。じゃあ、スクショは後で撮るとして、報酬。これね。報酬スクショ撮って、ここまで撮ったよって。で、覇者の、覇者っていうの、覇者？これ何があるの？青ノート。うん、ほんとに青ノートに書いとるよ、思いっきり。もう今日の予定。これは、スクショだけ撮っとけばいいか。別に今使わんよね。ダイバーシューズって以前もらっとる。わし、もらっとるはずやけど、もらったかもらってないかってわからんの、これ。ダイバースーツ前回もらってるならいらないですね。もらってないはずはないんやけど、普通に考えたら。本のマークがついてたらもらってる。あ、本のマークがついてたらもらってる。あ、ありがとう、言うとおり。もらってるマークがついてますね。あ、そう。ほんならいいね、いらんね。
通に乗せる覇者の心。覇者なん、覇者なん。ちょっと待ってよ、なんか写真撮っとかないかんね。誰だこの、この人と他の人が映らんように、あ、間違えた、いらんこの写真。表示設定、ついてくん、消す、キャラクター。おー、これで、なんかあっち向いとるよこの人。いいん、これで撮っていいん、あっち向いとるけど。こっち向いてくれん。あーあーあー、もう、こう普通に正面向いて。よし、うん、マリリンさんを使った。誰かに話しかけられてるのかも。うん、撮った、撮れたよ。マリリンさんお疲れ様。そんでミニチュアガテリア号、ニワグ、水中レン、あ、水中レンズって写真機なんだ。これで写真撮るわ、じゃあ。ねえ、これで撮っとった方がいいじゃん。せっかくだから。間違えた。フレーム、水中。おお、いいね。ねえ、夏とか特に綺麗。ねえ、とりあえず、とりあえずこれで撮れたね。撮って、ほんでミニチュア号置きに行こうか、家に。いや、喉が渇きますね。ミニチュア号をここに置こっか。おう、あと1個だって置ける。ここ置いとく。触るとどうなる。お、いっぱいある。お、わー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 、でかくなった。わー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 、で、すごいでっかい。すごくないこれ、一番大きい。ちょっとでかいわね。あの、なんちゃらの像とかが消えてしまう。でかー、この像が。ちょっと待ってよ。よかった。私、そう、防衛軍の実績埋め見に行くわ。今やっとったらもう、今準備しとこう、防衛軍の。わし、用意周到じゃけ、夜9時からの準備をやるで。とにかくこれはでかい。これちょっとあ、これ登れるん？登れん。うん、うさに、あ、配信中ですが、ごゆっくりでいいね。でか。写真を、ちょっと待って、離れんといかん、だいぶ。これで、撮っとこうか。ガテリア号の写真。これで撮った。あと何？ガテリア自身は終わった？もう大体あれなんでしょ？もうレンズ撮るのに何分かかったん？ 4 回戦ったでいいか。1回何分とかなかったよね。これでいいん？ガテリアの細かいことがわからんまま終わった。とりあえず実績埋めチェックしようか、わし。そしたら9時ギリギリ、9時5分前ぐらいにインすればいいのね。ちょっと待ってね、わしの、誰かが飛んできたけど、ここのスカートしか見えない。あ、ちょっと待って。
ちょっと待って、予定表見るけん。ん？富士から伊勢。伊勢って何？伊勢って何っていうのもないけど。ちょっと待ってね。この準備を。あー、表が消えた。ちょいとお待ちください。わし何？わし何時？もう1時からはわし関係ないわ。この表を見る限り。今ここの3つ出して、伊勢は魔物じゃ、全部準備しとこう。魔物にパッとなって、魔物の装備。今はせんよ、防衛軍。魔物。魔物。こっちね。そうですね。何？毒？いや、麻痺？麻痺だけあればいいの？速度？なんかわからんままいつもやっとるんよね、実は。なんかわからん。なんかわからんけどやっとる感じなんだね。まあ、ここ、とりあえず今準備をしますわ。配信で。いや、一人で準備するの寂しいんよ。これだけあればいい？これ、わし、こんだけでできるんかね。他いらんよね。てか、わし、魔物よね。青様、はよい周到なウサギです。うん、そうそう、今、コメント欄を、声だけで聞いとる。誰が言っとるかわからんわ。ちょっと待って、コメントがね、今、右側にいつもコメント欄出してんだけど、今、防衛軍の表を出してる。ちょっと待って、防衛軍の表をずらすわ。ずらせばコメント欄が見える。よし、これでいい。そうするとコメント、あー、今度消えた。ちょっと待って、配置ミス。よし、これでコメント欄見えた。あ、ゆとりんさんが言ったよね。うん、そうよ。王様よし。で、何するの？一斉の準備で、じゃあ10時からの、竜じゃない。竜。で、食埋めてないやつを見る。ちょっと待ってね。まず、これでも9時から10時はバッチリよね。まんまね。で、10時から何ある？きっとバトに違いない。青様。何がいるの？体勢。麻痺だけあればいいの。とりあえず。これ何？転びとかいらんよね。いるん？竜って転びいるん？いらんの？誰かわかる？ニューさん。竜って転びいるん？いらんの？どっち？牛尾さんも。今、防衛軍わしやらんけえね。準備だけしてる。いります。いります？ほな、ありがとう、このまま。言うとりさん、ありがとう。ほんで、今単に準備しとるやだけやで。光の攻撃の断罪の指輪しときゃいいんやろ。別に取り系だろうが、なんだろうが、いいかな。光の特技12ならいいんやろ。高速だと必要なのかはわからないけど、わら。ああ、そういうことね。なるほどね。とりあえず、いっか、じゃ、食埋めの表を見よう。今メモっとかなんか。実績リスト。なんや。竜。おって結構あったわ、まだ。うん。ここに書こう。何？ 22 時？竜？食埋め終わってないやつ。道具。
お通りっ子、その次お通りっ子、あれ何、占い師、天地、遊び人。転職しても装備はちゃんとそれなりにしとったと思う。それなりっていうかあれね、装備ちゃんとしとかんといかない。食いしん坊の青様こんにちは。今日はプリン何個食べたの？すみれちゃんいらっしゃいませ。プリン1個も食べてません。そう、プリンがない。こんちゃちゃちゃ、うん、あ、ロト、ロトで、ロト、ロ、ロトゼタシアさんいらっしゃいませ。コメントありがとうございます。すみれちゃんこんちゃちゃちゃ。うん。あ、知り合いなの？すみれちゃん。これでいいね。職名調べた。あとはその場でどんどん転職をする？お家で飼ってる鶏何羽食べたの？もう何羽食べたかわからんわ、もう。4、5、6。1、2、7食残ってるの。ほんで次、0時からのやつ。調べよう。0時って何や、今日は。0時って何これ。カレ、何兵団？王木？うん、もう呼び方わからん。うん。僕の。破裂兵団どれや、これか、これなんや、これあれ、ジュレなん、うわ、めっちゃあるよ。どうする、食梅めっちゃある。あらららら、 見るのも嫌になるぐらいいっぱいあるわ。お知り合いです。あら、そうなの、ジュレですね。ジュレのあれ、あの、お姉さんたちが出てくるやつ？敵に。戦士。そう。あれ？これ食梅しろって言われたか忘れたけど、いいや、控えとけばいいのね。セクシーなお姉さん軍団です。そうだね。うん、とりあえず、控え、青ノートに控えといて。持ち肌さん、こんにちは。いらっしゃいませ。部、盗賊。青様にはかないませんけどね。うん、そらそうよ。青様セクシーウサギじゃけ。アストルティア1のセクシーなウサギじゃけの。そう、魔法、武闘、盗賊、旅、パラ、魔戦。は、ヘッドホンが落ちた。レンジャー。全広島弁ありがとうございます。はい、青様広島弁しゃべるウサギです。スとマーモンの何もやっとらんね、これ。食梅とか全然今まで意識したこともなかったから、ダメ。何色？19色もあるよ。まあいいや、食梅してもいいよって言われたら転職すればいい。わあ、呪い即梅、羨ましい。呪足踏み、ああ、ありがとうございます。そう、そうなんや。だから、いつまでだっけ、フィーバー。だから、セクシーオーガハ任せて、さて仕事行ってきますわよ。うん、今日もカレーに舞うわよ。うん、ああ、クリューさんお仕事頑張ってね。行ってらっしゃい。来てくれてありがとう。また来てね。うん、ほんで、わし、13日ありがとう。13日って何、多分朝じゃ、オッケー、うん。13日ってことは実質何？土曜の夜で終わりってこと？13日の朝5時59分まで？そういうこと？
あーもうちょっと頑張るか。てかさ、フィーバー終わって、フィーバー終わってもうこの防衛軍の集会はした方がいいんか、どうなんやろ、その辺。13日の朝までですね。13の朝ってことは実質土曜の夜で終わりってことよね。今日水曜の夜、木曜、金土、あと4日間。ほんで、今の方、今が出やすいんやろ？光る箱って今の方が出やすいん？ねえ。こんな食。いや、フィーバー終わった時に、いや今はさ声かけてもらっとるけさ言っとるけどさどうしたらいい？フィーバー終わっても防衛軍の集会をした方が光らなくても梅が出るよ。光らなくても梅？まあフィーバー終わってから考えようか。だけどその後もさずっと防衛軍の集会を続けた方がいいんか。フィーバー中。うん、だけフィーバー中はもちろん頑張るけど、どうしたらいいんやろ。ちょっとその数日先のことが考えられん。てかわし鳥8人行くで。行く人おったら20、あ、鳥、ブメの持ち替え当てみようか。とりあえず防衛軍。やめ飯よりフィーバーやってください。やめ飯？うん。何？うん。とりあえず、あの、呪足のブーメラン使ってみようか。鳥の発音。三度の。あ、三度の飯より？うん。うん。あらららららメッセージが消された。もしかしてあなたオフ会に誘われてついて行ったらホテルに誘われて、エッチされてしまう女優さんですか？はい、そうですよ。うん、はいはい、そうです。文家さん出たね。文家さんが。その呪足分、いつもさ、持ち帰ったことなかった。そのシリーズみたいです。そのシリーズ、あ、消された。消しちゃった。多分ね、大丈夫っぽいんよね。なぜならわし、他の、さ、あ、そっか、他の配信です。どうなの？消さんでも大丈夫だとは思うんじゃけどね。本当は。何しようと思ったら、持ち替えをやるのか。これやろ？ブメ。違うわ。これじゃない。こっちや。呪足ね。呪足梅、ね。持ち替えっていうのがうまくできんけど、まあやってみようか。わしできるかな。ちょっと待って、スキル振っとるん？振っとらん。武名のスキルがわからんけど、このままでいいんかね。盾も、あーか。ちょっと待って、スキル振り直すわ。こんにちは。ニョロチさん、こんにちは。いらっしゃいませ。コメントありがとうございます。今から鳥八人増えます。レボルまで使えれば大丈夫じゃないですかね。そうなん。今縦のスキルなかった。ブーメレボルだけ使えばいいよね。使って戻すやろね。で爪さて、これで、でバトルコマンドにレボール、いや持ち替えできるかな、レボール。レボールってどこにあるの？ちょっと待ってね、探すわ。
レボルだけしてすぐ持ち帰ればなんてことないよね。ちょっと待ってよ、これどこに、ゴッドスマッシュって使う？ヘンリルアタックって使わんかな。持ち帰りなれる？レボルが出たら、じゃ上の方がいい。こんにちは。あら、修二さんいらっしゃいませ。あ、お仕事が何も今コメントできる時間帯だった。ちょうど休憩中？お仕事お疲れ様です。サマーソルト、サマーケルベロス、ゴールドフィンガー、ゴールドフィンガー使うよね。こう場所をどうやろうは、まあとりあえずやるしかないか。負けっかい、ツッコミらね。こんにちは。別に悔しくないですが、ヒカハコおめでとうございます。うん、ゆとりんさんも無名おめでとうございます、うん、せっかくの呪い早なら呪文使って速さ体感したいですね。うん、正幸さんいらっしゃる。あ、ちょうど正幸さんもらわんかった時間か。そうかそうか、うん、呪文を使って速さを体感。呪文って何？ザオラル？ブーメモットって誰かが。ちょっと喉の痛みで強制的に帰宅させられました。あら、ちょっと、修二さんあかんやん、咳と喉。病院は？コロナとか検査は？大丈夫な？どうなん？ドラクエするんでも夜。無理せんで、はよ寝てね。ドラクエするとしても、まさゆきさんありがとうございます。昨日は遺産からテルテンの探検の収束梅ももらえました。陰性でした。うん、ああ、そう？じゃあ、修二さんは。ぶっ飛んで速度あるとすごく快適ですね。いい星しか馬見ないよね。うん、ああ、いいせ。でも、他のとこで、その紙吹きが出るけんね。ああ、ゆとりんさんが探検も収束、探検も呪足目が出ればいいのか。で、わし何をしとったん？ニョロッチさんが待っとるの。あと2位おらんよね。もう行くね。そうか。あ、ニューさんもおるやん。今気づいた。もうおらん？行くよ。じゃあ。おらんけええね、行って。ほな行こうか。呪足ボエ、うん、頑張って紙吹きゲットして、青様みたいにブメの呪足目とか。あ、気づけてよかったミリさんよし、じゃあ行こう。4人揃った。何？ブーメンの呪足出たっけ？次、探検の呪足が出ればいいんかね？バラシュナの探検魔法？使えるの。今日こそ光箱リベンジ。まさゆきさんもどっかで一緒になるん？今見てみよう、メンバーと。9時から一緒やね、まさゆきさん。今見とるけど、わし。今日。いい星だと57秒とかで回せるので、メダル700枚とかもらえるので。あ、そうやね、メダルの整理せないか。私メダル ぐちゃぐちゃなっとった。よかった、メダルっていうワードありがとう。ちょっと待って、9時、あ、9時も10時も正幸さんがおるやん。あら、2時間ご一緒よろしくよ、うん、あ、そうそうそう、メダルの整理しに行かないか、この後。うん。あ、でも、その、文家さんの言う57秒で回せるって、それ、8人で組んだ場合でしょ？ねえ。面白い。ずっとブーメン持っとっていたの。さ、はよ、ブーメン持ち替えた。いつも使えればいいの、ブーメン。周回中に満タンになると慌てますよね。うん、ちょっと青様ね、満タンになっても平気でそのまま何時間も続けるウサギなの。
実は、まあ、誰も見とらんけええわと思って、もう999枚になっても知らんふりして数時間やってるね。だどうせ自分のその仮箱取りたいんで長い枠取りました。悔しくないですか？ああ長い枠取った、うん、悔しくない？悔しいよね、うんうん、わしだったらもう捨ててっていうよ。それとそういういいのか捨ててって言わんの、そういう時は。わー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 死んだ、わし死んだ。あ、うん、なんかわしガチ勢みたいじゃん。わしあんなそんな本当そんな紙武器とかあんま気にしたことなかったっけ今も、うん、てか今もいまいち分かっとらんけど、ちょ持ち替えな、わしレボルできる、持ち替えるよ、レボル入れるよ、紙武器、紙ブーメラン。あ、ドレアしよう、これクローケにドレアしてこよう、紙武器、えい。でも誰かが亡き者になってくれんとできんよ、呪文、呪文のお試しができんで。お試ししたいんじゃが、自分にどういうの。全然は爪と爪速がありと非常に快適です。爪と爪速、まさにわしやん。ちょっとこうドレア、ブメドレアって書くわ。ブメのドレアせないか、もう持ち帰るね。じゃあよくわからんかった、ブメ速度。賢者用なら賢のブメがいいかもね。賢者、そうな、ニューさんが今亡き者になった、うん、いまいち紙踏めの使い道がわからん。レボルだけはしたけど、うん、あとなんか眠くなってきた。だけど寝れんわ、わし忙しいわ。この後記事書かないと。呪い即眠の、おめでとうございます。あ、虎の王さん、おさんにちゃいらっしゃいませ。そうそう、十足踏めが出たってね、ありがとうございます。いや、防衛軍の集会をした甲斐がありましたよ。天の探検速度幅ラッシュ、何も快適です。天、もうだって今天出んでしょ、うん、最新が出るんだよ。何とにかく何探検の呪文速度埋めが出ればいい。あと何、盾の属性埋め。あ、レボル、レボル来たよ、レボル。あさま、あと、その出た、取らずに帰ってしまう場合があるけど、周りの人が騒いだらわかるよね。あ、これ持って帰らぬかな。持ってます、あれ。持ってる？で、もうすぐ持ち帰るよ。自分ハート扇の呪足埋めがないので。扇ね、あ、なるほどね。あと探検と扇の呪足埋めがあればとりあえずこと足りるの。まあ、主な、うん、もろもろ。あー、覚えとこう、扇と探検の呪足。まあ、みんなが騒ぐけわかるね、それ。扇に何、ガルドドン、ガルドドンしか思いつかんのだ。探検がバラしました。黒翼の扇速度埋めならある。うん、そうね。青様のウサギパワーで今日もたくさん光りますように。ほんまよ、ゆとりさんも今日一緒やね。
カギパワー。うわ、レボル来たよ。笑。ああ、止まってたらスクショ撮ったりとかだね。そうね。なるほどね。みんなもさーっと走ってったらもう大したものではないってことか。まあ。ルームメンじゃないのに集会に参加させていただけて、非常に感謝しています。そっかそっか。お疲れ様でした。今狙ってるの8点の片手の魔法解除目です。点の片手、ああ、あれです。武器生成の、あ、違うわ。生成するとこか。片手の魔法解除目、そうなん、何に使うのそれ。何で必要なんそれ。ガルドドンに快適ですね。それ？え、さすが会話が合うね、マサヤ。マサユキさんとレビーさん、どっちもガチ勢じゃけ。話が合っとるね。二人の間で気が合っとるわ。わし、よう意味わかっとらんけ。解散します。で、ありがとう。で、わし、メダル見に行かねえかね。わしはメダルがもういっぱいだったら、経験値の書に変える。それはもしくはメダル整理。あ、ありがとう、ピンコさん。そう、フローケ2000の、そう、ありが、めっちゃ助かる。すっかり忘れとった。そうそう、ブーメランのドレアセナが。3ヶ月後にはサル4来るはずなので。ガルドドンの4ね。ああ、頑張らねか。青様も頑張らねか。これだけ何を、扇を取っとけばいい片手剣の魔法解除何を取っとけばいいわしでも賢者で行くと思うんだけど。ああ、構成が変わるんか ?3 と4で。ね。まだ新しい構成出るけ。そういうことでしょ?わし何をするん?まず職を魔剣士に戻して、そんで、そう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 。ハンマーも一個チキンハンマー。先に、ドレアの、あ、チャガナさんとこ行こうか。フローケン、枕もあるんだけど、わしフローケン投げる方が楽しいけんね。枕より。で、チャガナさんとこ行って、フローケとチキンハンマー一個もらう。ありがとうでした。あ、ニョロチさんありがとうございました。ミリさんとニューさんだったっけ今一緒に遊んだの。ありがとうございました。ありがとうでした。うん、ありがとうでした。風呂どれその他コンテンツでいいの妖艶魔女高いから自分派変わっても痛くない程度に快適性を取りボレロ雷100にしました。あ、もうその正幸さんの言ったことを理解するのはもうレイビさんだけかもしれない。この中だったら分からんけど、ちょっと二人でおしゃべりしとってわしふんふんって文章見とくけ、あれこれじゃないどこどこや
バトルコンテンツ、これか。これチキンハンマーどこにあるの？あった、チキンハンマー1個と、あと風呂の桶。風呂桶ってなんていう名前？風呂桶って名前なのかな。ずっと使うの考えるとボレロのがいいかもしれない。あー、よかったよかった。やっぱ2人で会話してやっぱ分かるんやね、言っとる意味が。まさゆきさんは水桶、あと こんだけでいいんかな、ちょっと確認。ドレアしてるかどうかなんてどうやって見るんかね。あれ、ドレアをしとるかなんてどうやって見るん。このハンマーはドレアがしてありますっていうのはどこでわかるんかいね。あったあったあった、これね、これで、あ、チキンハンマー1個。ってか、このハンマーでいいの？ところで。このハンマーいいん？これ拾ったやつ、他もっといいハンマーあるんじゃない？なんでこれなん？ちょっとロック解除して。眠くなってきた。会心率上、これいらんよね。もう、ええわ、後で捨てよ。後でこっそり捨てよ。わしどれや。ボレロハバラシュ何も相性抜群で使えますからね。先を見すぎてますが。ええー、ね、二人の会話が見とるのがわし楽しいわ。わしには意味が全くわからんけど。ちょっと、あ、リンゴジュース。メダル消費ついでに何を買えるん？あ、生成しろってこと？武器の生成？そういうこと？そこで、あれやろ？っていうか即死ゲーの猿だけでしょう。4円使えるの。いや、うーんって言っとるけど、いいわ。この、細かい会話は、まさゆきさんとレイビーさんに任せる。あー、生成ね。呪足探検と呪足奥義？そうやね。まあ、それもありやね。ちょっと待ってね。まず、ドレアするね。でも、ベダルほんまに、あ、どうせ、今日からにしても夜たまるか。3時間するけ。何するんわし。ドレア、扇、違う。ブメとハンマー持てる職？ブメもハンマーも持てる職って何がある？武器のドレア破錬金鎌だよ。マジで？あ、トラノーさん。ちょっと待って、錬金鎌。色をつけるのが錬金鎌で、多分ドレア自体はあれよ、できるできる。貼り付けするのは装備しないとできないのでは。うん。あの、装備してドレアして、そこで、ほんで色つけるならつける。染色派錬金鎌ですね。染色は線形いいよ。ちょっと待って、まずハンマー。あ、そうだった。うん。そうね、転職せないかも。ハンマー装備して。どうしよう、わし、すごい眠いんじゃけど、どうしたらいい？ 9 時までに記事書き終えれるんやろうか、ちょっと不安が出てきた。
ほんで、ハンマーを押せないかんのか、装備。うんね、これはいい。遊びか道具ならどっちも持てます。あら、そうなん。もう手遅れや。そうなん、そうなん。ありがとう、ゆとりんさん。ハンマーとブメ。うん、ありがとう。でも、マイコーで脱がないかのめんどいね、これ。ね、あら。うん。まあ、ラグがあるから。てか、このハンマー、他のハンマーにもっといいの拾ったら、このハンマー気に入らんど、別にな、何も、なんもないハンマーじゃけん。ね。とりあえず、ハンマーはチキンにして、あと風呂桶風呂桶って何？あ、まあ、今のレンジャーで。で、遊び人と道具がどっちもできる。こんにちは。あ、みっくんこんにちは。いらっしゃいませ。コメントありがとうございます。どうしよう、わし9時までに記事書き終えれるやろうか。もう、この配信終わったら死ぬ気で、もう死ぬ気でし、記事、わーって書かないとね。どっかで昼寝する時間あるかな。風呂桶とクッキーって組み合わせがいいね。ね。うん？で、あとはもうないかな。ドレアするやつ。あー、装備がうまく見える。どれがどれやしてないかがわからん。ねえ、もう考えるのが面倒になってきた。これいらんよね？ブメの会心埋めって。いらんよね？呪足があるけん。捨ててしまっていいよね？ブメの会心上昇ってやつ。もう荷物になるけん。黄色い文字になってたらドレア済みです。黄色い文字？ちょっと待って。ん？あ、あー、ここが武器の名前のところ。うん、へえ、ありがとう、ゆとりんさん。あ、なるほどね。あー、こういうのまだ天の鞭、呪文暴走？何これ？鞭の呪文暴走っていらんよね。捨てていいよね。ちょっと捨てていいよね。鞭の呪文暴走。荷物が多い。これ何？不死身の槍って。昨日拾ったやつ？これ捨てるわ。なんかよくわからん。鎌、あ、麻痺の鎌ってどうな、そうや、昨日なんか騒いどったね、みんなも。麻痺の鎌。わし使いこなす自信ないわ。これは？これはブレス。守護神の。自分は麻痺鎌残しておきました。あ、残しとる？うん、まあ、とりあえず残すけど。どうせ使わず終わるんやろうなとは思っとる。これ何？いるん？ブレス。守護神の太田って。いらんよね、これ。失敗しとるし。捨てるよ。捨てるね。もう知らんわ。もう、えい、捨てた。ほな、これ、いるん？
麻痺使うことあるかね。なん爪なら麻痺いるけどいらんよな。あー、ブメならいる。釜の麻痺でしょ。もうちょっとマニアックってことやろ。とりあえずブメのこれさあればいいよね。ブメの呪足足。あ、で次行くよ。あのメダル、いや忙しいね、荷物整理が。何するんわし。あ、そう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 。この経験値の書がさ、なんかいっぱいあるんよ。僧侶バト魔剣。もう僧侶バト魔剣って終わっとったっけ。もうなんか荷物整理が下手すぎてこんなにいっぱい。僧侶バト魔剣。違うよ、仲間じゃない。転職ってどこ、あ、どこ。僧侶バト魔剣終わっとるね。僧侶バト魔剣、ちょっと魔法使いさ、経験値の書があった気がするんよ。使おう。あ、魔法使いとパラモンもらっとる。もうこれほんと適当なんよね、もらい方が。まだ足りんかった魔法使い。あと60なんか。パラ？パラじゃないよ、転職。どうしよう、パラ。どっかでレベル上げするかもしれんよね。こんなにいっぱいあるけ、1000か。もう使っとく？いや、でもな、レベル上げするときに。あれなんや。いやー、やめとこうかな。これ取っとこうかな。パランは使わずに取っとこう。とりあえず経験値を。それでどっかフィールド行くかもしれんけ。わし。眠いね。荷物整理はしんどいですね、皆さん。何この美容院優待券2個って。あれでもらったんか。ウェルカムギフトキャンペーンで。で、わし何するん？転職？で、メダルチェック。何枚あるメダル。400、違う。あ、なんだ、309個しかなかったよ。何、今なんか生成するん。今なんかいるん、何か。あったらいいよってやつ何？探検だと何個できるん？
どれ探検って。エレガントポイズンやるね。ちょっとこの辺わからんな。これちょっとやめとこっかな、今。何を生成したらいいんかわからん。あと、扇とか言うとったけどさ。ほら、クローリスと天の扇ってどっちがいいの？ね。どうするん？経験値の賞にしとく。とりあえずは。ちょっと待ってよ。ちょっと、これ、聞こう。あとで。生成。なんだっけ？呪足探検？と？呪足奥義？どれがいい？自分派さっき全部アロケル奥義に交換しました。ゴミしか出なかったけど。奥義、そうやろ、種類があるんやろ。アロケルがいいとか、どれがいいのか後で質問する。あるいは今すぐはいらんのか、青様みたいな素人にはいらんのか、とりあえず経験値の書にしとった方がいいんかとかさ。魔法がもう、何個あればいいかな。もう全部変えてしまう。もうすっきりしたよ。メダル9個に減らしました。で、魔法使いになって、お腹すいた。でもお腹すい、眠い時にお腹なんか食べたら余計眠ってしまうわ。ね。まだ足りんかったね。10万足りんかった。人がいる。まー、あ、ちゃんって、フレのまーちゃんかな。さっきコメント、みっくんのことかな。そこにおるまーちゃんと。なんか似とるけど。牛尾さんもかな。わし、眠くなってきた。わし、いっぱいやったわ、今日。主にわし何やったん今日。ガテリアか。行っていいねして去っていこうか。で、わしは去っていく。荷物。自分家に戻る。これで準備も万端？で、バザーで売るものは？ないよね。もう終わったよね、全部。これで終わっていっか。今誰か飛んで、ああ、大天くん。これで、ほな、終わるから誰か。あと、
木金と配信するわ。何をするかとか何にも決めてない。明日天の日、天の日レンドアに集まるんかね、人々が。それを見に行くのもありやね。何時なんやろ、ちょっと見てみるね。なんかあるよね、フレンド探すとかやつ。配信で映ってもいいサーバーがあるけん。わあ、眠いわ、ほんと。何これ、お宝の写真が出るん ?16 日に。ニコ生ドラクエ10 TV。15日火曜日。あ、これこれこれ、アッキーのフレンド探したい。22サーバーか。何時とかないん?これ。あるわ、時間帯。1時から、3時から、5時から、7時半。ああ、明日か、どっかで。1時からか、3時からか、5時からか。映せばいいかな。その様子を。どう思う?どう思います?ああ、と言ったら人がいっぱい集まってきた。よかった。他おらん?なお終わろうか。アイリスさんはそこに立っとるだけかな。じゃあスクショを取るね。よし、じゃあスクショを取っ、あ、手を振るしてなかった。さん、大天くん、まーちゃん、あ、アイリスさん配信見てくださってたのかな、まあ、うん、こういうブログに載るよ、うん、じゃあお疲れ様でした。明日も配信何かします。その何、フレンド探したいとかのあの様子を映せれたら。お疲れ様でした。多分そこ狙った方が楽しいよね、その時間帯。5時からとかが狙い目かな。3時か5時、1時か3時か5時で狙って配信やろうか。ね。じゃあお疲れ様でした。じゃあね、また明日。お疲れ様。じゃあ。あ、待って待って待って、みゆりちゃん来たわ。お疲れ様でした。ちょっと待って、スクショ撮るわ。ほなら、スクショ撮って。ちょっと待って、スクショ撮って終わるわ。手振るやらんでいい?まーちゃん手振るやって。うん、ええー、ね、ありがとう。これで、えい、スクショ撮った。オッケーです。では、本当にお疲れ様でした。またね。うん、あ、虎の王さん、ニョロチさん、うん、皆さん、ゆとりさん、ここおるね、うん。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあね。